本日は3月14日ということで、今日お誕生日を迎えた下間かりんちゃん21歳のお誕生日です。お誕生日をお祝いするお誕生日ソングを歌っていこうと思います。 AKB48 さんで涙サプライズ、イエーイ。授業終わるベルが鳴ったら、不意に君を目隠しして、うむ言わさず腕を掴んで連れ去る体育館。バスケットボールゴール渡り、不安そうに君は立たされ、何するのって聞かれたけど知らして答えない。クラスメイトが集まって準備したのさ、こっそりアイマスクを外していい、それが合図だ、みんな一緒に鳴らすクラカー 3, 2, 1, 0。 ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを一人でさあ吹き出せよ、君のためのパーティー始めよう。ハッピーハッピーバースデー、作戦は大成功、誕生日覚えてたのさ、こんな大勢の友達が歌ってる。君の頬に涙サプライズ、イエーイ。ラストアイドルの教えてライバーさん、イエーイ、始まりました、イエーイ、始まりました、イエーイ、イエーイ、よいしょよいしょ。ラストアイドルの教えてライバーさん始まりました、イエーイ。改めて自己紹介から、はい、ラストアイドルの山本愛理です、よろしくお願いします。愛理さん、はい、ラストアイドルの下間かりんです、よろしくお願いします。かりんちゃん、はい、高橋みみです、よろしくお願いします。みみちゃん、イエイ。本日はこの3名でお送りします、よろしくお願いします、よろしくお願いします。そして本日は私山本が MC を務めさせていただきます、よろしくお願いします、お願いします。そしてそして本日は下間かりんちゃんのお誕生日当日ということで、私たちからこちらを用意させていただきました。みみちゃんお願いします。できます。何だと思う、え、なんだろうね、なんだろうね、え、なになに、え、ちょっと倒さないでよえ、ありがとうございます、ハッピーハッピーバースデー、ありがとうございます、ハッピーお誕生日おめでとう、がっつりプレゼントする気持ちになっちゃったわありがとうございます、おめでとう、ありがとうございます。それでは、え、火をつけさせていただきますわよ、ろうそくを、嬉しいな、やった手が震えて大丈夫、緊張するよ、え、はい、いけるかな、いいですか、吸いちゃっていいですか、うん、じゃあ、せーの、かりんちゃんお誕生日おめでとう、ありがとうございます、拭きます、拭いて拭いて、おめでとう、おめでとう、おめでとう、かりんちゃんおめでとう、コメントもたくさん来てるっぽい、ありがとうございます、ありがとうございます、クラッカーも用意していただいて、ケーキも用意していただいてありがとうございます。21歳だね、21歳になりました。どうですか誕生日迎えて。いや、そうですね、本当に1年があっという間で、うん、なんかこうやって仕事をしながら誕生日を迎えるのも本当に嬉しいし、ありがとうございます、本当に。うわ、やったー。それではせっかくなので21歳の抱負を、抱負聞きたい、教えてよ、どうしよう、なんだなんだ、そうですね、
ラストアイドルが前活動休止になってしまうので、これからはもう一人の世界というか一人の世界になっていくので、もうちょっと自立した立派な大人になっていきたいなと思います。ありがとうございます。おめでとう、かりんちゃん。おめでとうございます。素敵な一年になりますように。はい、ありがとうございます。おめでとう。それではケーキは後ほど食べてもらうとして一旦お戻しします。一旦ね、バイバイ。一旦なんだかまたね、食べよう。ありがとうございます。嬉しい。コメントもたくさん来てる。ありがとうございます。ありがとう。だって嬉しいね。そしてそんなかりんちゃんの誕生日ということで、本日オープニングで歌わせていただいた AKB48 さんの涙サプライズ、みんなどうでしたか？歌ってみて。すごい楽しかったです、うん、でもなんか自分で誕生日の歌を歌うのがちょっと恥ずかしかったんですけど、いやなんか涙サプライズだったんで、ちょっと涙ちょちょ切ってくれるかなって思ったんですけど、ちょっとちょちょ切らなかったね。ちょっと見たかったなと思ったんですけど、めっちゃ喜んでくれたから嬉しかった、ね、嬉しかった。一緒に歌えて。はい、それでは番組の方に戻っていきたいと思います、はいはい。ラストアイドルの教えてライバーさん、こちらの番組の紹介をミミちゃんお願いします。はい、はい、この番組は私たちラストアイドルメンバーが週替わり3人で行う番組です。ワンセブンライブの配信のコツやポイント、ライブ配信に対しての皆さんの考えなどを伺い、どうやって皆さんが人気ライバーとなったのかを教えていただきながら私たちも学んでいこうというラスアイライバーコラボ番組です。はい、ありがとうございます。こちらの番組は3月24日まで毎週月曜日に配信予定で、残すところ今日を入れてあと3回になってしまいました。最後の回まで皆さんちゃんと見てくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速いきましょう。タイトルコールはバースデーガールのかりんちゃんお願いします。なんだよ、教えてライバーさん。このコーナーではワンセブンライブで普段から配信されているライバーの方にお越しいただき、あれこれ教えていただき、質問をしながら私たちもライバーとして成長していこうというコーナーです。本日1人目のライバーさんはこちら、ででん、東大出身ドジッコライバー、幸せになる方法を教えます。わー、おー、東大出身でドジッコで幸せになる方法も教えてくださるらしいです。気になりますね。はい、気になりますね。なんかすごい濃いですね、これ、ね、それだけでもなんかすごい色々詰まってる。パワーワードって感じだね。はい、気になります。それでは早速登場していただきましょう。福田健一さんです。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。東大出身ドジッコモデルでライバーのけいちゃんです。本日かりちゃんお誕生日ということで、はい、おめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。福田さんは普段どんな配信をされていらっしゃるんですか？私の配信はバラエティに飛んでまして、トークあり、歌あり、笑いあり、講座ありという、ちょっとこの盛りだくさんだ。で、配信って言っても顔出しあり、顔を出していない写真だけのラジオ配信あり、あと皆さんそのコメント欄でチャットで、はいはい、コメントされてると思うんです、はい、チャットだけのチャット配信もありという感じで、本当にバラエティに富んでいて、まあ、歌一つとってもやはり幸せ講座というのがポイントでして、歌で覚える幸せ講座で、その幸せ講座歌で歌ってるやつを解説したり、まあ、うまさで聞かせるんじゃなくても感情込めて歌ったりとか、あとトークでも幸せ講座を絡めたちょっと面白トークなんかもしています。あ、すごい。それではここでまず福田さんのご紹介からさせていただきます。ほい、出身大学は東京大学。わー、すごい、東大ってやつですね。すごい。在学中には起業して社長業も。すごい、すごい。社長社長さん、あ、社長業、起業して社長業もやってたことがあります。かっこいい。学術論文に基づいた幸せ講座開講ということで。おー、すごい。ありがとうございます。2人は聞いてみてどうですか？学術論文に基づいた幸せ講座ってなんか気になりますね。なんかすごいよね。初めて聞きましたし、なんか詳しく知りたいなって思いました、うん、すごい。かりんちゃんは東京大学大学院診療域創生
創生科学科学研究科修士課程という言葉を初めて私はすごい新領域創生みたいな感じになりまして、本当に東京大学にあるんですかってなったんですけど、すごい言葉ですごいね、すごいですね、気になります。それではまず福田さんの経歴について軽く触れていきたいと思うんですが、福田さんは東京大学出身とのことですが、大学ではどのようなことを学ばれていたんですか。あ、実は東大は大学院からでして、はい、大学は文学部で、心理学、幸せ講座に関連するような心理学とかを学んでいました。で大学院からは離転しまして、移転大変だったんですけども、移転した生命科学、こちらもやっぱり脳内科学、脳内物質とかで幸せに関係するものもあるので、生命科学を学んでおりました。すごい、なんかすごい、すごい、なんかすごいですね、すごいですね、はい、なんかすごいです。離転って何ですか。離転、離転、文系から離転に、離転っていうのは理系の分野、文学部からその生命科学っていう全く違うジャンルで、すごく大変だったんですけども、それをちょっと混ぜるのは危険じゃないですけど、ちょっと混ぜてちょっとハイブリッドになって、こうこんな私ができましたっていう、最強ってことですね。どちらもできる、すごい、素敵な人生とか配信に生かされてるかなと思います。すごい。そんな福田さんですが、ドジっ子とのことなんですよ。はい、どういったところがドジだなって思われますか、自分で。配信とかでやっちゃったなみたいな。そうですね、配信中に鏡文字ってわかりますかね、鏡に映しても文字になっている、鏡文字を一生懸命書いて、やっと完成したって飾ったんですよ、壁に。そして飾った瞬間落ちて、全部というかもうほとんど消えたみたいな、大爆笑になって、配信が、ドジエンターテインメントというか、ドジで皆さんを笑わせて、笑うとポジティブな気持ちになって、ネガティブな気持ちになれないので、逆にこれ幸せのコツだったりもするので、ドジでみんなを笑わせてるんで、自分こんなドジの自分も受け入れてます。素敵ですね、なんか。はい、ということで今回福田さんのプロフィールを見て皆さんも気になったと思うのですが、はい、学術論文に基づいた幸せ講座、これはどういったものでしょうか。あ、はい、まず学術論文っていうものがどういうものかをお伝えしますと、今こちらで、持ってきたんですけども、すごい、はい、これが学術論文、私が書いたものではないんですが、はい、別の信頼性のある論文ということで、幸せに関係する論文ということでこちらをお持ちしました。ポイントは査読付き論文というところですね。査読って皆さんご存知ないかとは思うんですが、査読というのは研究者が論文を出してそのまま掲載されるのではなくて、その論文を他の研究者が見て、でこの論文が本当にもう論文誌に出していいのかどうかっていうのを審査するんですよ。ここが足りないんじゃないかってなると返されてしまって、で直してもう一回出して、でやっぱりここ直してって返されて、で直して出して、じゃあ掲載みたいになるのが一般的な、流れでして、その論文誌によってもちろん、信頼性ある論文誌とか信頼性あんまりない論文誌とかあるんですけども、一応査読、学術論文というからには査読というものを通しているので、それなりに信頼性のある、そのテレビ番組とか専門家が言ってるとか口コミでとかよりもずっとずっと信頼性のあるのがこの学術論文、信頼性がある、信頼性がある感じたいですね。ちなみにどうして幸せになる方法を広めていこうと思われたんですか。それはやはり皆さん幸せになってくれると嬉しいというのももちろんあるんですけども、幸せになるコツの一つに思いやりを動機にするというのがあるんですよ。でそれを世界中の人が習慣にすることで、誰かを傷つけようという気持ちがなくなって、誰かを助けようという気持ちが生まれるので、世界も平和になるということで、こんな小切れですちょっと頑張ろうかなと。そのためにでしょう、リスナーさんのみならずライバーさんにも影響を与えて、幸せ講座っていうのが広まっていったらいいなと思って、ちょっと、セブンでも世界一を目指してライバーさんにも影響を持てるような、ちょっと素敵な志は、目標にするのはもう自由なんで、高く思ってあります。素敵です。ちなみに私たちアイドルなので、私たちもね常日頃からファンの皆さんを幸せにしたいなっていう思いで活動してるんですけど、何か私たちでもできる幸せに
できるコツなどあれば教えていただきたいなと。今日から実践で、ね、実践していきたいなと承知いたしました。ではまず先ほどお伝えした思いやり、思いやり編なんですけども、同居思いやりにして行動すると脳内にあのオキシトシンとかセロトニンとかいうあの脳内物質が出てきて、ほら赤ちゃんをオキシトシンだったら抱っこした時にあ可愛いと思ってなんか幸せな気分になるじゃないですか。あれがオキシトシンで、ま、セロトニンは安心とか安全とかそういった感情を呼び起こすような物質で、実際に、まあ、人に親切をすると自分も幸せな人、酒は人のためならずと言いますが、まあ、本当に自分も幸せになれるというコツですね。まあ、自分をないがしろにするっていうことじゃなくて、まあ、自分と同じように他の人も大切にするというような心持ちでいけば幸せになれるんじゃないかと思います。データとしても、ね、論文でも出てますので、はい、すごい。で、あとはもちろんアイドルの皆さんがよくやられてる笑顔、笑顔編ですね。笑顔編、素晴らしい、素晴らしい笑顔です。さすがアイドルだなというふうに、はい、思いますが笑顔になると自分もやはり笑顔に、その嬉しいから笑顔になるんじゃなくて、笑顔になるとやはりその幸せホルモンが出てきて脳内に、やはり自分が笑顔になることで、作り笑顔でも笑顔になることで自分も幸せになるし、あの、まあ、同居思いやりにして周りの人に笑顔だと周りの人嬉しいかなって思って、まあ、ファンの方喜んでくれるかなって思って笑顔になるとより幸せになれるという、周りも自分も幸せになれる、はい、笑顔編です。笑顔編、はい、で、あとは、ですね、あと褒める編ですね。褒める、これポイントがありまして、本音で褒めるっていうのがポイントでして、まあ、実際お世辞でもいいんです。お世辞だと逆効果になっちゃう場合もあるんで、あの、まあ、本音で褒めるのが無難ですね。で、もちろんその褒めると、まあ、その褒められた方は嬉しいです。それも思いやりを同期に褒めることもできると思いますし、逆に褒めるというのと、あ、逆に悪口っていうのは逆に自分の信頼性を落としたり、自分にとっても毒なので言わない方が、まあ、悪いところじゃなくていいところを見つけようっていうところですね。で、見つけたらもう飲み込んじゃうこと多いと思うんですよ。褒めようかなって思っても、あ、ちょっと引っ込みじゃんな、ちょっとやめとこうって私は思っちゃう時多いんですけども、そう飲み込まずにちょっと言ってみ、勇気を出して言ってみるってことで周りとの関係も良くなって、まあ、より幸せに、あの、ハーバード大学だったかなの研究で、まあ、大規模な調査をして、その、一番幸せにとって重要だったのが、人間関係なんです。お金とか名誉とか、もちろんそれも少しは関わってるかもしれないんですが、一番大事なのが人間関係だったということが分かっていて、いや、本音で褒めたら人間関係もうまくいくようになっていくので、この人間関係にもかなりリスナーさんにも効果があったと言われるのが褒める編ですね。ぜひ試してください。褒めていきましょうねメンバー同士でもね、お互いね、いい褒めていくのが、はいはい、で、あとマインドフルネスって言葉、最近ちょっと10年ぐらい前からだいぶ流行ってきてるんですけど、ご存知ですかね、はいはい、マインドフルネスっていうのは、まあ、今ここを生きるってことで、あの、瞑想から宗教的要素を一切取り除いたもので、それも学術論文かなりたくさん出ていて、やはり それ自体が幸せになったり、逆にあのネガティブ感情が出てこなくなったり、しかもあとその思いやり編とか笑顔編、褒める編、やりやすくなったりするのがマインドフルネス編ですね、はい、で、こちらにも書いてあるんですが、これを論文はですね、あのポジティブを優先すると、あの、幸せを追求するのに効果的だっていう論文なんですよ。で、例えばマインドフルネス毎日やってて楽しいなって思ったら、それを毎日に取り入れていく、毎日の日課に取り入れていくことがやっぱり幸せのコツとして大事だというふうに書かれていて、まあ、そのマインドフルネス、まあ、ペットと遊ぶとかでもいいんですよ。ペットと遊ぶとか、感謝の気持ちをちょっと書いて、あの、手紙を書いてみるとか、そういう自分が楽しいなって思えることを毎日日課にしていくと幸せになれる、まあ、その一つにマインドフルネスも、あの、瞑想の勉強っていうのもこの本に書いてありましたね。瞑想の勉強だったり、まあ、瞑想自体だったり、そういうのを日課にしていくと、まあ、幸せになれるというコツです。すごい、なんか深いですね、すごい。あとは、
あと番外編っていうのがちょっと私足しておりまして、それはちょっと学術的論文、まあ、そのうち署名、私が論文書きたいぐらい、まあ、署名されてもいいんじゃないかって思うぐらいなんですけども、はい、番外編っていうのがありまして、でそれをやるとネガティブ感情が少なくなってくるので、やっぱりネガティブ感情少なくなってくると、思いやり編、笑顔編、やっぱり思いやり持ちにくいとか感謝持ちにくいとか、その言われることもあるんですけども、やっぱりそれって怒ってたりなんか不安だったりとかがあるんで、そういう笑顔になれなかったりとか、うん、思いやれなかったりとか出てきてしまうので、まずはネガティブ感情をなくすことが大事でして、うんうん、なのであの、まあ、イメージトレーニングなんですけど、想像上のゴミ箱に自分のネガティブ感情を捨てちゃうっていうポイント、はい、まあ、でもネガティブ感情にフォーカスしちゃうとネガティブになっちゃうので、うん、逆になんか感謝できることを思い浮かべて、あ、お母さんありがとう、今日もありがとうとか思い浮かべて、そのネガティブ感情を捨てると、まあ、捨てやすくなって、まあ、でももう結構繰り返しも何千回やらないと、もうかなりネガティブ感情我々溜まっちゃってるんで、うん、まあ、捨てて、まあ、コツ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 、まあ、なんかちょっと嫌なもんしたら捨てていくみたいな感じでやっていくと、その思いやり編、笑顔編、感謝編、褒める編、はい、やりやすくなるっていうのが番外編ですね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。2人はどうでしたか、なんかやってるなこれ普段からみたいなことありましたか。でも私は、うん、いつも朝起きたら今日何食べようって瞑想してるので瞑想なので、でもやっぱポジティブな気持ちになるんですよ。夜ハンバーグ食べようって決めたらハンバーグのために頑張ろうって思えるので、いいことだったんだなって気づきました。ミミちゃんはでもなんか私もなんか配信の時とかはなんか笑顔とかはすごく心がけてて、まあ、自分の気持ちから明るくしたらなんかもう周りも自分もなんかテンションも高くいられるかなっていうのは、あのすごいあの自分もやってたことだったので、なんか学術論文って聞くとすごい難しく思ったんですけど、なんか今日からもなんかできそうなことをたくさん教えていただけたのですごい良かったです。確かに、はい、1点だけちょっと言い忘れたことがあるんですけど、はいはい、今幸せのコツざっとお伝えしましたけど、はい、これ一回聞いてもうあと聞かないだともう実践できないんですよ、忘れちゃうんですよ、記憶が曖昧になったりして、はいはい、あの忘れてしまうので、あ、感謝編ちょっと私忘れてましたね、すいません、 あと、はい、感謝編すいません、感謝編早速ドジが早速ドジがかわいい、感謝編大事なこと忘れてます、はい、まあ、感謝をすればするほど幸せになるという感謝のコツもありまして、はい、で、その感謝、まあ、ポジティブなことに感謝するのは簡単だと思うんですけども、うん、あのネガティブなことに感謝するというのがすごく難しくて、うん、で一体どうしたらいいんだろうっていう質問をリスナーさんからいただいたんですよ、はい、でそれで私もいろいろ考えたり調べたりしてちょっとコツを3つほど見つけまして、はいはい、であのまず、まあ、世の中に起きてることは、まあ、その自分の成長のために起きてる全てのことがって思うと、まあ、どんなことに対してもまあ感謝できるので、うん、まずそれを一つ頭に入れておくっていうのと、過去に起きたネガティブなこと、まあ、現在起きたことでもいいんですけども、それでその過去に起きたことがやっぱりこれ悪いことだったなってその時は思っても、その後に、うん、あれあってよかったと、うん、あのなんかネガティブなことがあったからこんなポジティブなことになったってこと結構あるじゃないですか、ちょっとそれを思い出している、結構ね、団体行動とかね、実体験あります、結構あります、結構節がある、いろいろ思い出したくさんあります、はい、でそれを思いついたら、あ、ポジティブになったな、やっぱりネガティブなことでも見方を変えれば全部ポジティブに出るんだなっていうのをちょっと心に止めておいたり、まあ、それ無理やりもうどうやってもこれ感謝できないなってどうやってもポジティブに変換できないなってことがあったら、もう裏の手として、まあ、精神科医のお医者さんとかも勧めてるみたいなんですけども、あのメモ紙かなんかに、はい、なんか感謝できないことを書いて後で感謝するぞみたいな感じにしてもビリビリ読み出せちゃって忘れちゃって、やめちゃっていいんですね、いいので、それでもうどうしても感謝できないことはそういう裏の手もありますので、この3つのコツをやればネガティブにも簡単に感謝できちゃうぞっていうのが感謝編でした、うん、ありがとうございますちょっと話途中だったんですけども、で、はい、最後にちょっと1つじゃなくて2つ忘れてました、ね、結構忘れてる、合わせて5つぐらい忘れてるもう1つ大事なことが、はい、1回聞いてもやっぱり忘れちゃうんですよ、ここで聞いた、よしやろうって思っても、ね、あれなんだっけとか、あ、忘れちゃったみたいな、なって、あれどうだったかな、記憶違いしてちょっと違うことをやってしまったりとかするので、やっぱり幸せ講座って繰り返し聞くことがすごく
重要なんですよ、うん、一説によるとなんか実践が必要なものは200回聞かないと実践できないっていう説もあるぐらいで、まあ、どんなに天才でも、まあ、相当先天才だったら別かもしれない、一回じゃちょっときついので、またぜひ知らせ講座を聞きに私の配信にもお越しくださいと、ちょっと宣伝を行きましょう。よろしくお願いします。なりたい、なりたい。はい、はい、じゃあお互いちょっとさ褒めてみない、ちょっとお互いちょっと一つだけ実践してみようよ、お互い。いや本当に今日も21歳になって素敵だよ。素敵、うん、ありがとう。いつも優しくしてくれてありがとうね。ありがとうね。今日も可愛いよ。ありがとうございますね。どうも。じゃあかりちゃんからみみちゃんに。どうも。今日まつげがすごく長くて。あ、本当ですか。すごく素敵な笑顔をしてらっしゃって、見てくださいこの素晴らしい笑顔。あ、可愛い。いつも優しくしてくれてありがとう。ありがとう。これでね、幸せに。アイリさん。どうですか、気持ち。アイリさん、アイリさん。アイリさん、すごく本番前ちょっと緊張されてたんですけど、もう今こんなにもう堂々と。素敵です。素晴らしいです。いい笑顔。めちゃくちゃ緊張してたんですよ。かわいい。素敵です。ありがとう。二人ともかわいいよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。もじもじ。幸せになりました。幸せです。幸せです。うまいね。幸せ。なんか食べちゃうね。もう早速こそ感じていただけてよかったです。ね、ありがとうございます。コメントでもどうですか、反響。みんな可愛いよ。みんな可愛いよ、だって。素晴らしい。リスナーさんも、あのね、スタイドルのファンの方も。しっかり実践されて、本音で褒めてくださってます、うん、でもこの子もめちゃくちゃドジなんですよ。一緒だもんね。ドジなの、ね、一緒だもん、ね、私ドジですか、ね、でも結構ファンの方とかにも私もドジって言われちゃいがちなんですよね、うん、でも何があったって言われるとちょっとわかんない、心当たりないですね。いつも分かってるね。電波っちゃうからね、うん、パッちゃってる。でもなんかいろいろちょっとお忘れなところも可愛らしいドジの子さんで可愛いなって思ってました。ね。はい、そして最後に福田さんはどうしてワンセブンライブで配信を始めたんですか。そもそもずっとやっていたモデル、あのコロナ禍でモデルの仕事がまずなくなっちゃった、うん、もうほぼなくなっちゃったんですよ、ね、おととしのもう4月5月ぐらいからもうパタッとなくなってしまったっていうのももちろんあって、あとモデルの仕事 もう結構私ちょっと頑張っちゃったんで、まあ所属モデル事務所で5年連続 MVP、 あ、こちら今の写真が、これ本の撮影の時の写真ですね。すごい、お人形さんも、すごい、お綺麗。ありがとうございます。そう、モデルの仕事はまあ一通り、まあ、ショーだ、着物ショーだったり、CM とかだったり番組みたいな、まあ、一通りやったんで、まあ、次のステージに進もうかなと思っていたところもあって、モデルをやり尽くしたんで、まあ、ライバーにちょっとメインはなるような、ちょっとして、まあ、モデルもやってるんですけども、まあ、モデルの仕事を断ったりもしていて、今はそうなんですね。まあ、ライバーに専念ということで、すごい、一筋で振りし始めています。すごい。でそのもちろんそのモデルの仕事が一区切りついたから、うん、ライバーをやっているっていうだけではなくて、うん、もちろんそのたくさんの方をやっぱり幸せにできるなっていうふうに気づいたんですよ。うん、あ、できるなと、よしって、じゃあやっぱりやろうっていう形で、うんうん、たくさんの方を幸せにできるっていうポイントが、うん、もう一番私にとってやっぱりワンセブンライブをやろうという動機になりましたし、うん、始められたのもありますし、まあ、今まで1年8ヶ月続けられてるっていうのも、うん、まあ、皆さんを幸せにできるっていう動機があるからじゃないかなと思って、うん、これ以上エキサンティングなことはないんじゃないかと思っております。確かにワンセブンライブってなんかコメントとかすごい直に来るから、うん、なんか幸せをお互いに感じられるというか、うん、すごいいいですよね、うん、そうですね、もう感じますね、やりがいをとても感じています。うん、ね、そうですね、お締め誕生日が1月7日なんですよ、私、はい、もうワンセブンの日に来てます。すごい、運命ですね。使命かなと、使命ですね。生まれ持っての使命だなと、使命は果たさねばということで、愛が素晴らしいですね、うん、素晴らしいですね、感じました。おー、ということで福田さん本日は短い時間だったんですがありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ご出演されてみていかがでしたか。あ、はい、みんなラストアイドルのメンバーさんも皆さんいい子でとてもワクワク楽しく幸せ幸せになっちゃった。時間を過ごせました。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは福田さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。幸せ空間だ。おー、幸せ空間です。ありがとうございます。ありがとうございました。
ということでじゃんじゃんいきますよ。そしてここで本日2人目のライバーさんです。こちらの方です。じゃん、あなたの夢を後押しするなにわのシンガーソングライバー。わーい、あなたの夢を後押し、すごい。何を後押ししてくださるんだろうね。確かに一歩って一歩気になりますよね。一歩気になりますね。それでは登場してもらいましょう。玉山みーさんです。どうぞお願いします。よろしくお願いします。玉山みーです。よろしくお願いします。お願いします。わーかっこいいですね。かっこいい、素敵。何を後押されるって今言われた瞬間にちょっといける私って一応思いましたけど、はい、ちゃんとアドバイスできるかなと思いましたけどお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それではまず早速、玉山さんは普段どんな配信をされていますか？はい、普段は主に、まあ、自分の歌だったりカバーソングを歌ったりしながら、まあ、歌ライバーさんたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、私の配信は例えばこうカバーソングの中でも同じメロディーで飛んできたギフトでちょっと変換して替え歌して歌ったりとか、すごい、おしゃべりの中でもギフトが飛んだ時に私なりのギフとアドなんていうの、ギフリアって言うんですけど、ギフトリアクションさせていただいたりしてます。へー、痛い。やってみてください。やってみてください。お願いします。そうですね、先日あれですね、あのキャンプのイベントに出てたんですね、はいはい、私、何も別に考えてない、飛んできた瞬間に、はい、ナイトキャンプベイビーありがとうございますって皆さんと言うと思うんですけど、はい、何々さんナイトキャンプベイビーヨロレイヒーって言ってました、なんかこう変えてなんかやったりとかやってましたね。すごい、今やったらなんかこうランダムの何かがこう来たりとかしたら、うん、なんかこうこういうのとかやりながらやこう、なんかいろいろやって押し押しみたいなのとか、なんかいろ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 なんか押し押しではないですね、なんか押し押しいろんな今見てるね、あのいつも見てくれてる方がいらっしゃいましたら、なんかギフトで飛ばしていただいてもいいですけど、今何が飛んでるかちょっと分かんなかったですね、これ今飛んでるだけでした。はい、確かに。はい、それではここではまず玉山みーさんのご紹介からさせていただこうと思います。はい、歌手やモデルとして活動、すごい、いろんな世代の方に自分の曲を聴いてほしいと思い作詞や PV 監督などセルフプロデュースしている。おお、すごい。セルフプロデュースすごい。セルフプロデュースすごいです。シンガーソングライターなので、はい、あの作詞作曲までは分かるんですが、はい、ご自身でセルフプロデュースをされているとのことで、うん、どういったことをされているんでしょうか？主に玉山みーとして音楽を発信する、まあ、モデルだったりもそうなんですけど、はい、自分自身がどういう形でこう皆さんに届けられるかなと思った時に、うん、じゃあ例えば楽曲を書くまでは皆さんよくやられるシンガーソングライターの方いらっしゃると思うんですけれども、その曲が例えばサビでこうバンって頭の中でいつも鼻歌で私曲を書くんですけれども、じゃあもうボイスメモでパッて撮って、でその状態でチームに送ってトラックが上がってきたら、そこに合わせてメロディーと歌詞を作ってる段階でもうミュージックビデオが頭の中にあって、おお、すごい、素晴らしい。で、あ、こういうシチュエーションだったりこういうのだったらこういう皆さんに届けられるかなっていう感じで全部骨組みをこうつないで合わせて作っていくって感じですかね。すごい大天才ですね。すごい頭の中で本当にいろんなことが起こっている。すごい、本当なんか日常生活、本当に、まあ、人間観察とかもめちゃくちゃ好きで、もう本当なんか変な人に出会うこと結構多かったりもするので、昨日なんかもう私皮膚科に行ってたんですけど、普通病院行くと、うん、まあ、白衣着て今日はどうされましたかっていうのがまあ普通の流れだと思うんですけど、はいはいはい、先生が失礼しますって入った瞬間にまず全部真っ黒の服で、うん、あの事務員のおばちゃんみたいな先生が、ね、こうやって足伸ばしてこうやってどうしたみたいな、もうこんな風があんまりいないじゃない、癖が強いですね。なんかやっとくねって言いながら5分10分ぐらいで全部の診察となんかもう検査が終わってしまって、ちょっとこのおばちゃんはもう一ネタいただいたなって思いながら、どんな生きてる時にでもなんかこういろんな変な人に出会う癖はすごいありますね。すごい面白いな。本当に医者ですか？いや、ほんまに医者、あの動きは医者でしたよ。動きはシルエットと、もう右端にあったプーさんの置物はもうほんま事務員のおばちゃんでしたビジュアルが、はい、気になるな、見た
いな。はい、それではなんで自分で PV をプロモーションしようと思ったんですか。まあ、まあ普段はねこう自分一人で音楽活動してる、こう事務所に所属したりとかしてないので、うん、自分で何かうちから作らないといけないってなった時に、なあまあ昔からそうなんですけど、まあライブしてる時とかでも、はい、もう頭の中の想像力だけはピカイチだったんですよ。なんかこう何でもそうなんですけど、たまたまこう流れてる曲を聴いただけでも、あなんか今のこのメロディーやったらすごいこう奥底のこうなんか落ち込んだけれどもなんか腹にこもりたい気持ちになってんな今、じゃあこんな風な映像できんな、こう組み合わせたいなみたいなのもありますし、あとやっぱたくさんいろんな人のミュージックビデオを見てるっていうのもある、ミュージックビデオフェチっていうのもあります。はい、あこの人の映像の作り方うまいなとか、だから映画とかそういうのも見るのもすごい好きです。はい、すごい。そうなんです。それではせっかくお越しいただいたので、はい、玉山さんに歌っていただきたいのですが、実は本日カニちゃんがお誕生日なんですよ。はい、なのでバースデーソングとか歌っていただけたり。じゃあちょっといいアカペラでいいですか。いいですか。すごい楽しい。いいですか、あのコメントのみな見てくれてる視聴者さんも大丈夫ですか。すごい準備できてるかな。うだきたーって来てますね。うだきたーイエーイ。すげーすげー。じゃあ皆さんもじゃあコメントでハッピーバースデーというじゃあ歌ってください皆さん。はい、ね、お願いします。じゃあ参りましょう。はい。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、Happy birthday, dear Kari ちゃん。Happy birthday to you. やったー。おめでとうございます。おめでとう。いいな、贅沢。すごい贅沢だな。いいの、いいの。ありがとうございます。カリちゃんどうですか。めちゃくちゃ上手でちょっとうまって言っちゃったんですけど、なんかおしゃれな空間になりました。おしゃれな空間が急に、ね、ムーディーになってムーダーな感じになりました。ミミちゃんどうでした。いやなんかもうシママの目を見ながら最初に、はい、あの歌い、はい、出され、うんうんうん、歌い出しをされていて歌い出しをされていて、はい、すごくなんかあの感じるものというかなんか素敵ななんかもう歌声も、うん、ほんとうっとりしちゃう感じでした。聞いてて、ね、ずっと聞いてたいよ ね、 いね、素敵でした。嬉しい、ありがとうございます。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。そして今回玉山さんが私たちと一緒に歌ってくださるとのことで、はい、今日はカニちゃんの誕生日でもあるんですが、ホワイトデーでもあるということで、みんなでラブソングを歌いたいのですが、皆さん私たちに歌ってほしいラブソングなどありましたらコメントで、あ確かに送ってくだされば何かありますでしょうか。あるかな、あるかな。ラブソング、ラブソング、ホワイトデーですね今日は。確かにラブソングか、ホワイトデー、男の人がお返事する日ですよね。あそうですね、確かに。返事してください、愛のお返事してください。たくさんお返事してほしいですね。ラブどっちって聞いてます。ラブどっち、ラブどっち、ラブどっち。でも愛の歌がいいですよね。確かに愛っぽいソング、確かに。そうだね、愛の歌、愛の歌といえば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 、愛、愛、泳げた役、泳げた役、あんこの愛を伝えた方がいいですかね。面白い。そうね、あゆえた、あゆえた、あゆえてる、おーすごい。それではじゃあ、あゆたでいいですか、はい、皆さん、はい、歌いたい、決まりました。ほいほい、じゃあ皆さん準備、はい、はい、準備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 、ありがとう。わー楽しい。ほい、それでは聴いてください。グリーンさんであゆた。ねえ大好きな君へ、笑わないで聞いてくれ。愛してるだなんて臭いけどね。だけどこの
言葉以外伝えることができない。ほらねまたバカにして笑ったよね。君の選んだ道はここでよかったのかなんてわからない。ハッピーホワイトデー。ホワイトデー。ホイ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 。愛の歌。愛の歌かな。伝わりましたかね。おいいかがでしたか。コメント感想来てます。みんなコメントしてね。あすごいいっぱい拍手来てる。ありがとうございます。ありがとう。届いたのかな。みんなの元に。ハッピーホワイトデー。伝わった。伝わった。素晴らしいだって。なんかさあんまりさこういうコラボとかってあんまりないじゃん。だからすごい。あ初ですか。初です。そうですね、はい、ドキドキしちゃいました。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 かっこよくてドキドキしちゃいました。隣にいるだけでなんかドキドキ一緒ですね。逆に愛伝えてもらえちゃうじゃない。ちょっとわすごいたくさん来てます、ね、愛してるだって。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこのアイドルさんのこういう中で愛を伝えるってどういうのでこうライブしててこうあるんですか。ファンの人からの愛。ファンの人からの愛どうしてなんかちょっと聞きたいです。なんかえ伝え方ですか。あのもらう。あもらうの人。えでもなんかグッズとかをなんかこう持ってきてくれて、うん、こうなんかライブの時に自分のなんか推しみたいなタオルとか、うん、うちわとかをこう掲げてくれてたり、うん、あとなんか最近は声を出せないので、うん、紙とかにこう書いてきてくれて。あそうまさにこんな感じで。カンペスタイルで。そうですそうです。あなるほど。スタイルで応援してくれたりとか、っていう方とかも結構いらっしゃいます。私のファンの人もあの今週私の単独ライブあるのやってください。俺の嫁。俺の嫁ってやりましょう。こうやってやってください。ぜひやってください。はいはい。そろそろ終了のお時間が近づいてきたようです。最後に玉山さんはどうしてあの、はい、ワンセブンライブの配信を始めたんですか。はあ、ライバーとして私も間もなくで4年目になるところなんですけれども、すごい、やはりずっとね、私はシンガーとしてライブハウスとかね時に路上ライブで歌ってた時に自分が行かなければ自分の歌を届けることができないと思ってたんですけれども、あのワンセブンライブと出会って、携帯一つで全国、うん、世界中の皆さんに自分の歌を歌った時にリアクションや何かこう届けられるものができて、そこからこう実際にこう生でねライブハウスでお会いした時に、うん、あ本当に画面越しで毎日見てくれてたんだなと思うと、うん、すごくライバーとしてやってよかったなと思える、うん、一つのアプリだと思ってます。そうですね、はい、いや本当に思います。それは、うんね、思うよね、はい、ね、一緒に歌ってかりんちゃんのお祝いもしていただいて本当に楽しい誕生日パーティーでしたね。パーティーでしたね。この曲が玉山さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。ご出演されてみていかがでしたか。いや楽しかったですし、やっぱもう真逆じゃないですか。皆さん見てて分かると思いますけどこの感じって本当に私憧れではあるんですよ。めちゃくちゃできないのでね。そうなので本当になんかたくさんちょっといいキュンパワーをちょっと今日はいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。玉山みーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。おー以上教えてライバーさんのコーナーでした。ということで、はい、さあここで今回はかりんちゃんのバースデースペシャルということで、はいはいとか言って私はいはいはい、めっちゃ気合い入れてっちゃった。みんなで楽しく対決企画を行おうと思います。何をやるのかというと、なんだなんだ、叩いてかぶってじゃんけんぽーん。じゃんけんぽーん。イエーイ。はい、盛り上がっていきましょうね。定番のゲームなので説明は不要かと思いますが、念のためご存じない方のために説明をさせていただきます。ルールは簡単。
対戦する2人が向かい合って座りじゃんけんをします。はいはい、勝った人はハンマーで相手の頭を叩き、はいはい、負けた人は叩かれないようにヘルメットで頭を守るといった超超超シンプルイズベストなゲームとなっております。なるほどなるほど、これは理解できます。勝った人への景品はえ、なんだろう、なんだろう、何特になし、何特になし。はい、ということでみんなで楽しくハッピーにがこの企画の趣旨なので、楽しく対決していきましょう。イエーイ、では最初の対戦相手はカニちゃん VS ミミちゃん。はい、はい、負けません。頑張ってください。はい、負けません。すごい、来たよ。はい、負けません。はい、負けません。来たよ。すごい。どっちだ、こっちか、こっち、どっちで、どっちでもいいです。そんな変わんないです。叩いてかぶってじゃんけんポンだよね。うん、いや、これ怖いな。怖いな。え、いい？それでは準備はいいですか？ちょっと一回ヘルメットの形だけ見させていただいて。どうぞどうぞ。まあいけるか。はい、いけますね。いいの？始めちゃうけど、はい、いいの？始めましょう。それでは準備はいいですか？叩いてかぶってじゃんけんポン掛け声ですか？あ、はい、そう。了解です。いきます。よーい、スタート！叩いてかぶってじゃんけんポン。ねえ、ちょっとなんか遠慮してるからガチでやってもらってもいいですか？ちょっとすいません、ガチで、マジガチで。自分が勝ったのか負けたのか分からない。そういうゲーム楽しいのよ。ちょっと、そういうゲーム。なるほどね、それでいいんだ。じゃあ遠慮なくいきますね。それ で, それではいいですか、ガチでお願いしますね。はい、叩いてかぶってじゃんけんポン、あいこでしょ。おー、せー、分かんない、勝ったか負けたか分かんない。これはどういう感じ？これは叩かれたら叩いた方が、あ、なるほどなるほど。それまでちょっと続けてもらうんで、ガチで、はい、ガチで、ガチで、ガチで、はい、叩いて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 、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、ガチで、落ち着いて、ガチで、お願いします。せーの、叩いてかぶってじゃんけんポン。ねえ、どっちがどっち、どっちがどっち。え、私どっちがどっちだった？私が勝ったよ。あ、私が勝った。私はこうしなきゃいけなかったのか。じゃあミミちゃんの負けでカリちゃんの勝ち。負けたー。負けなかった。全然痛くない。それで勝った相手と山本さんが対戦になって、イエーイ。いやー、そうですね。はい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 。お、じゃあミミちゃん、はい、用意スタートって言ってください。いいよ。じゃあ叩いてね。全然めっちゃ叩いてね。アイリもめっちゃ叩くから。わかりました。めっちゃ叩く。誕生日だからとか関係ないから頑張る。じゃあいきます。せーの、叩いてかぶってじゃんけんポン、あいこうでしょい、あいこうでしょい。おー、早い、素早い。第2ラウンド、せーの、叩いてかぶってじゃんけんポン。イエーイ。もうなんかもう無抵抗でしたよ。なんかもうこうなんかやだ、ぶろうとしてた。本当になんかゲームの音楽だ。アイリ勝ったの？勝ちましたね。イエーイ。しかもなんか平和な音楽流れ始めて、なんか可愛い。勝った。勝ちましたね。景品はないのか。あれ？あれ？景品はないのか。景品はないのか。ないのか。え、終わり？もう終わり？なんか平和な世界じゃない。すごい。なんかさっきさ組体操やったじゃん。はいはいはい、なんかうちら楽しいね。楽しいですね。これ以上平和はないよ。本当に。盛り上がりましたね。盛り上がりました。どうでした？楽しかったですか？楽しかったです。あ、山本さんと高橋さんやっていいの？え、あ、やっていいんですか？え、でもですこれでもしも私が勝てれば私が実質1位みたいなものっていう。下克上だよ。下克上ですよ。じゃあ下克上やろう。いいんですか？いいよ。じゃあシモマ、じゃあ、はい、シモマお願いします。第3ラウンド、よーい、ダン。叩いてかぶってじゃんけんぽい。なんで自分で叩いてるの？ねえ、ダメだよ。これは本当に成功しないと。わかんないな。いや、アイリちゃん、ダメだ。弱い。弱い。はい、終わり。はい、終わり。いいの？こんなんで。こんなんでいいの？もうやりません。もう一緒やりません。終わり。叩いてかぶってじゃんけんぽんはしません。終わり。以上、対決企画のコーナーでした。イエーイ。ゆるゆる。それでは、疲れちゃった。
ちょっと元気になっちゃったね。それではエンディングとなりました。カニちゃん、はい、どうでしたか？はい、すごく楽しくてちょっと緊張してたんですけど、うん、ゲストの皆さんとお話しながらいろんなことも学べたのですごく楽しかったです。ありがとうございます。おめでとう、誕生日。ありがとうございます。ありがとうございます。ミミちゃんどうでしたか？はい、やっぱりなんか配信する上でのなんか心得とかもすごい教えていただけて、すごいめちゃくちゃためになりましたし、うん、幸せ講座とかも今日から実践していきたいなって本当に思いました。しもまのお誕生日もお祝いできてめちゃ楽しかったです本当に。叩いてかぶってじゃんけんぽんで今結構全部持ってかれそうになったんで危ない、忘れないようにちゃんとお家に帰りたいと思います。はい、改めて本日お越しいただいたライバーの福田圭乃さん、玉山美さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この番組の終了後、それぞれのアカウントで配信を実施されるとのことです。私たちもちょっとお邪魔します。はい、お楽しみに。ということで、配信終了後17ライブ、17ライブさんの公式ツイッターでつぶやかれるツイートにリンクがありますので、そちらからチェックしてください。そして先週のメンバーとライバーさんのチェキプレゼント企画の当選者を発表します。ミミちゃん、お願いします。はい、先週の当選者さんはリアニャンさんとメンバーチェキはエンリケ YO さん、ゆりさんとメンバーチェキはマオ0522さんに当たりました。おめでとうございます。おめでとうございます。今週の私たちの分もプレゼントがあるので、ぜひこの配信、この後の配信もぜひご覧ください。よろしくお願いします。はい、そして次回は3月21日放送です。メンバーは橋本桃子、大場ゆめ、畑美咲でお届けします。お願いします。21日はなんと祝日なので、普段平日の配信で見られない方も見られますよね。要チェックです ね, 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 ねということで、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。お願いします。お楽しみに。それでは最後にみんなで1曲歌って終わりたいのですが、はい、イエイエイ、歌う曲は皆さんのコメントで決めようかと思います。この3人に歌ってほしいラストアイドルの曲の曲名を皆さんコメント欄に書いてください。書いてください、書いてください。歌いたい曲ある？歌いたい曲、なんだろう、恋だから、そうだね、確かに恋系がいい ね、恋の歌とかいいんじゃない？この恋はみたいな、この恋はみたいな曲歌いたい。この恋は何、この恋はみたいな曲なんかないかな。そうだね、何が聞きたいかな。この恋はみたいな歌が歌いたいらしい。バースデーガールはこの恋はトラみたいな、なんかトラみたいな、この恋はトラみたいな曲。あ、トラだということで、おめトラがあった。ラストアイドルでこの恋はトランジットで決定ですね。決定です。決定、これはもう決定だ。ありがとうございます。おいおいおい、よいしょ。じゃあカリンちゃん曲振りしてよ。はい、それでは聴いてください。ラストアイドルでこの恋はトランジット。君のことが大好きと悔しいくらい叫ぶから、拾い込んでいい、君を探している。一瞬のミラクルで君のもっと行けたなら、今はきっとこの恋トランジい。日差し聞き飽きた授業をいつも通りなのに、何にも手につかない。隣の席君が輝いて一緒に過ごした時間、思い出し恋は辛いね。もっと可能なって呼ばないでよ、なんで最近モテてるの。目が惑わせないで、君のことが大好きと悔しいくらい叫ぶから、あの日見捨てたことは忘れるわ、私はさ信じてる。
違う誰かであって恋をして、そんな予定もないまま進んでく空っぽカレンダー。分割中の信玄だかを切なくなるその眼差し、好きなあの子にもそんな顔してるの。君のことが大好きと届くように叫びたい、誰かといても君を重ねている、この恋を諦めて他の人を見つけたら連れてくれる気まぐれグランピング。思い出だったあの子を好き、大切だったあの言葉、君の口づけを忘れたくない、君のことが大好きと悔しいくらい叫ぶから、いつかどこかでなんて言わせる、この場所で誓ってよ、今はきっとこの恋と同じ乗り換えなら今だよと同じ、それでは皆さんお別れの時間です。かりんちゃん締めてください。楽しかった教えてライバーさんもこの時間で終わりとなりました。皆さん、はい、ありがとうございました。楽しかった6年間ありがとうございました。楽しかった、すごく楽しかったです。はい、皆さん21日もお楽しみに。お楽しみに。以上ラストアイドルでした。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。